よし、今回はマキさんのカッコン島にお邪魔しに来て、なんかすげえな。こんにちは。あ、来てくれた。あ、こんにちは。こんにちは、はじめまして、マキさん。いつもありがとうございます。え、サソリが出迎えてくれた。なんだこの島は。やばい。本物ですよ。ジャンチーです。こんばんは。こんにちは。プレゼン、わ、嬉しい、ありがとうございます。では遠慮なくいただきます。ペコリ、慣れてきたぞ。は、クイーンの冠。あ、あお金だ、ありがとうございます。えったクイーン、ジャンチーの爆誕ですね。わー、ありがとうございます。嬉しい、拍手してくれてる。わー、ありがとうございます。いい夕焼けだ。お、ガソリンスタンド、すげーな。入り口からちっちゃい車がある。すごい、ここか。お、キャンプファイヤーしてる。わー、いいですね。火を見るとね、落ち着きますよね、ここで。あ、いいですね。あ、なんか作ってる。なにこれ、美味しそう。あ、なんかすごい火が。なにこれ、え、すげー。今お腹空いてるんですよね、ジャンチー。まあ、生ハム食べてますけど、なんかいい感じのこの、いや、あれ、イカ干し、タコ干してない。ここはもしかして、釣り堀では。ここはやっぱり釣り堀だ。すごーい。マキさん、魚がいません。みんな投げてみるか、一応。よいしょ。サワラ来い。あ、座ってる。すげえ。あ、飛んだ。何これ、いいな。え、これ座りながらはできないんだね。待つのも釣りです。なるほど。こんな、わーわーしてちゃダメなんですね。ジムだ。え、すごい。プロテインとシェイカーもある。すげえ、アイアンマン、強い。え、何、ちょっと待って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 。え、何？アイアンマン、ここで強くなります。なるほど。やべえ。アイアンマンの、あれじゃん、オフのとこ見ちゃったじゃん、練習場。すんげえ。オフアイアンマンだ。突然現れたんだけど。キャッチャー？何これ？何ですかこれ？野球場すげえ。座るタイプの野球場だ。あ、これ帽子だよ、よく見たら。すげえ。ホークスのユニフォームかな、これ。野球ファンですかね。あ、来た来た来た。24番は。あ、長谷川選手です。長谷川選手ですか？こりゃ、ジャンチーのキッズの頃思い出します。夕焼けの公園、エモい。あ、エモい、出ました、エモい。どんぐり拾った、わーい。ちなみに、ジャンチーは昔こういう公園でどんぐりをめちゃくちゃ拾ってました。海では貝殻も拾ってましたよ。そして迷子になって親が捜索されました。おー、バスケ、あー、なにこれ、え、できる、え、どっから出した、すげえな。わー、バスケだ。でも、ジャンチー生まれてから一回もバスケをしたことがありません。シュートしてえな。一回でいいから、左手はそれだけやってみてんだよな。そういったこともないからね。これね、これ気になったんですよ。何これ、うおー、これ出ました。例のやつじゃないですか。資産。前回もいたんだよな、このサソリ。めちゃくちゃタランチュラとサソリさん集めてる方いらっしゃいましたもん。あ、フォトスポットらしいですよ。あ、いい感じですね。アザマウス。お、こうやってる感じね。よいしょ。待って、何これ、レシピ畑じゃないですか。すげえ。よろしければどうぞ。なんだと、どんなのがあるんだろうね。あ、じゃあちょっとこの隔離されてる子1個いただいちゃおうかな、これ。和風の墓石。あ、もう知ってた。これ知ってました、墓石。お戻ししておこう。じゃあこれ真ん中から取ったらすげえ怒られそうじゃない。なんかこの水中の壁紙。座布団の山、これいいかな、いただいて。これあんま大丈夫ですかな、いただいて。座布団の山いただきました、ありがとうございます。ペコリ、花火どうぞ。あ、何？え、やってる。これか。出たー、すげー、最高だ。夏の思い出ができてしまった。いや、ありがとうございました、本当に。では、たくさんのサソリに見送られて。バーイ。よし。では、今回は、ポルカさんのマホロと。すげー、お金の木がライトアップされてる。到着、こんにちは。お、これはオシャレボーイですね。やさお。ぺっくり。さあ、お、出てくるスタイルだ、まさか。これはもしかして、いや、もじもじしちゃう。これはこれはうちの特産品。では遠慮なく、よいしょ。あ、特産品、怪獣、クモの特大ちゃん。ふぅー、これバラすげえ。これ黒いバラとかって交配とかさせるんでしょ。だって前ね、島訪問に行った時も言ってましたもんね。金バラ栽培が難しいんですよね、確か。めちゃくちゃ見てます。いい竹やぶだ、これは。良い竹やぶ。めちゃくちゃ整理整頓、なんじゃこりゃ。お花屋さんなのかな、ポルカさんは。もしかしたらきっちり植えるのも大変だよ。だってジャンチーあれだもん、2種類のやつどこにどこに植えたか分かんなくなっちゃって、色ごちゃごちゃになっちゃったもん。赤白でやりたかったのに、赤赤白白になっちゃったからね。あれ、金バラじゃない。ね、成金です。いや、いいじゃないですか、成金。よいしょ、ウェーイ、入ってた。よし、突撃。すげえ、なにこれ、花と雪の女王のエルサがぶっ壊せたじゃん。すげえ。おお、あ、すごい、ベッドがある。寝心地チェック。よいしょ。ひんやり。寒さ100。シュピッ。同じさ、ゲームコーナーにしても全然違う。やて、楽しいわ。すげえ。ブクブクしてる。あれ、なんか誕生しようとしてない？あんじゃこりゃ！これは風水のための部屋。
ほら、運気が上がるやつですか、この部屋にいたら。今日ね、セミファイナルにね、2回出会ったんですよ。セミと当たらないようにいい運気が欲しい。あれ、ほんと怖いよね。ちょっとおすすめのスポットなどがございましたら。あ、一番の見どころ。あら、なんだ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 、あ、こりゃ、ライブハウスじゃないですか。ライブハウス、ライブステージ、なにこれ、野外フェスの会場、すげー。おー、なにこれ、え、なに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 、すげえ。何を苦しみにさえ。ペコリ。あ、流星群流れてない？ね、今チラッと星見えましたよね。起きた。行ってないと思います、だって。でも願ってるよ。今願ってたよね。なんだここ、おしゃれービーチカフェじゃん。しゃれてる。あれだ、ロンハーマンカフェって感じする。ぜひ釣ってください、大物を最後に。あ、照らしてくれる？ありがとうございます。いけるか、ダメだ、危ない、落ちてくれた、来い、入ったー、しゃー、来い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 、こーやったー、リュウグウノツノカイ、うーなんてこった、釣っちゃった、俺が釣ればよかった、逃げろ逃げろ、大物、いやありがとうございます、では遠慮なくリュウグウノツノカイいただいてきます、ペコリ、楽しかった、ありがとうございます、ペコリ。